サイフォンの学習で八分杯を作ってみました。中にコップの中にストローが曲げられてつけられています。これに今から水を入れていきます。だんだんと水が増えていきます。中のサイフォンの下までちょうどここまでならば、コップから水はこぼれていきません。これにもう少し水を足してやるとサイフォンが働いて、水が下の方に、杯の下にこぼれてしまいます。